第1回目のパーソナリティはこの組み合わせで、まあよくよくね、うん、ほら人によってはこの2人だったからこう、うん、なんかこうカオスになるんじゃないかとか思われるかもしれません。そんなことありません、うんうん、僕たちはちゃんとしてるじゃない。ダメでしょ。ちゃんとしてるじゃないですか。ねえ、こんなに常識人いないよ。そうですよ、うん、そうです。うわあ普通がこの感じです。そして僕はスタジオでたくさん喋っております。ほんと喋んのよ、ほんとに喋んの。いやー大盛り上がりだよね。いやもう一人でね。そうですね、うん、なんでいやもうん、今回ね、うん、あの大谷さんもいるし、うん、そしてあの水木さんもいるし、うん、ねマモもいるし、うん、でパッピーさんもいるし、うん、杉田もいるし、うん、あのね何より大輔さんもいるじゃん、うん、坂口さんも、うん、ってことでこんばんは、久野平野弥です。あの俺が何を言っても俺を生かしてくれ。なんでそんなに体勢が強いわけ。いやいやいや、いやだってさ、うん、どんなその悪意だろうが、うん、めんどくさいだろうが、うん、好意だろうが何だろうが、それは一応見ていただいてる評価じゃない。それは僕は最大限受け止めます。だからド M の役多いんだよ。いやこれはね俺は勘違いされるんだけどね、俺は自分にド S なだけなんだよ。オープニングからテンション低いわね。あ、まあいつものことか。西の方では面白いイコールかっこいい、男前っていうのは面白いってことだから。いや、ジュンジュンイコール西だってみんな思ってないから。あ、ごめん、やっぱりシティボーイ感出てる。くそー、ああ言えばこういうシティボーイ。ああ、なんでもっと放送コードギリギリに挑戦するようなラディカルな。まあこの見た目ですよ、まず。そうですね、パッキンです。もうパッキンの、はい、あの不良というか問題時間がもう醸し出出てる、醸し出出てる、間違えた、醸し出てる、良さが分かる、頑張った。やってるじゃん。でもそういう、いやでもね、僕けどがついてるんですよいつも。あ、かっこいいけど、けどとかね。なるほどね、闇を抱えていたりとか、かっこいいけど変態であった。あ、そうだ。あとかっこ悪いし気持ち悪い。いいこと思いついた。なんだ、あから、うるさい上に頭が悪いとかね。だからそういう時に、うん、だからいてててててて、うん、いてててててはさ、はい、なんかかっこ悪いってことでしょ。そうね、つったつったっていう、ね、そうそう、うん、だからフィッシュオンですよ。フィッシュオン。もう釣った瞬間もちょっと楽しくみんなと共有できるように、つーって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 。ずっとやっぱりアニメが好きで、マネージャーさんとかに、あの声優さんやってみたいんですけどってオーディション受けさせてくださいって言って受けさせてもらったんだ。全然あのこういう声じゃない声もだ。ないんだったら自分で作ればいいのよ。私たちの番組をよ、あんたたちも団員だったら協力しなさい。さんの投稿自主じゃございませんよ。お待ちしております。ペルソナ5レディオ。だってここだけ書き方違うんだもん。そうだね、そうだね、そうだね、それ迷っちゃうね、迷っちゃう。はい、何かと思ったもん俺。うん、だけどあの日に首に殺されかけてる人みたいな声が出たからさ。こちらいかがでしたか、その最初のもう実写のペルソナリティでございました。おー、そうですね、うん、いや楽しかったですよ。はい、ペルソナの魅力しか出なかったから、うん、そう、そして、うん、どうしても隠しきれない俺たちの魅力もね。うん、うりゃー。